い、クジラガレージです。いつもたくさんのご視聴本当にありがとうございます。今日もちょっとあの商品紹介させてください。田植えの方は順調に、進んでおります。もう半分ぐらいかな、今終わったところです。白柿、今もちょっと白柿やってきて、ちょっと昼からその商品紹介させてください。はい、まあご覧の通りキモさんっていうあの電動工具専門にやってる会社さんですね。そちらからコードレスのハンマードリルご提供いただきました。紹介させてください。それでは早速開けてみます。もうあの実は開けてるんやけど、はいはい、じゃあこの、工具専用の工具ケースがあるんですね。取扱説明書、これはアフターサービスだよね。オンラインでできるやつ。説明書、説明書日本語です。日本語でバーッと書いてます。まあ仕様とか細かい、内容は、まあ、概要欄に貼っておきますんで、またそこチェックしてってください。まあ、電動工具ね、僕あんまり持ってないんやけど、まあこれ何使うかっていうとね、まあ、ちょっとねいろいろ使う予定があるんです。充電器専用のバッテリーがついてきます。はい、 20V バッテリー、バッテリー残量はこれで、満タン入ってます。さあ本体、これがあの持つところがこう動くんですね。で回すと固定する、緩めるとこう動くっていうね、いいところでこう固定できるってやつ。それからあとこれはあれやね、ここに挟んでこう深さを、どこまで深さ、あの深さがねどこまでやるかっていうやつ、ストッパーになるんやな。ここまでは入るっていうやつね。こういうことやろ、こう当ててここで止めるっちゃうやつやね。いろいろあの先っちょっちゅうかな、ついてます。ドリル、まあ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 でかいよ。で小さいのとか短いやつね。でこれは打撃するやつかな。こっちはこうつけて、で取り付けはこれ押し、ここを下げて押し込むと。とりあえずこいつ入れてみようか。ここを下げて押し込む、ならもう抜けなくなる。これでバッテリーをつけると。バッテリーは、バッテリーつけるときはこれを回しとかないかな。バッテリーはこっち、ここやな。カチャンと。はい。これでセット完了。うん。回転のスピードはこんなもんかな。ドリルやってみます。ここランプがつくん？手元にランプ。で、ここで、いろいろ調整するみたいね。ドリル。これがハンマードリルね。で、これは何？これちょっとわからん。これはハンマー。あの回転しなくてハンマーだけ。これは何やろうな。見てみろなんかな。ピットの調整機能。平らなはつりや、有方
光発理の角度の調整に切り替えレバーを調整にセットしてください。スイッチを押すとピットを緩めに回転出し、望む角度でスイッチを離します。角度？よう分からんな。1は回転、鉄木材に穴を開ける場合の回転ドリルな。1番。これやな。で、これが、ハンマードリルな。打撃と回転。で、これが、なんか、調整、ピットの調整、これはよくわからん。で、これがハンマーだけ。まあ、こんなもんかな。とりあえず、何使うかっていう話なんやけど、まあ、今回これを仕事を受けたのは、田んぼね。今俺が白柿やら田植えやらしよる田んぼのあぜに、でっかい石が埋まっとったりとかするんよね。いや、そいつ、いつもこう避けたりと、避けて、白柿したりするんやけど、もうトラクターとかで気づかんで、ハローでね、ガリガリってロータリーでガリガリっていくことがある。なんとかならんかなって思いよったところ、まあこのハンマードリル、コードレスのハンマードリルがあったんで、まあちょっと、こいつで、その石をね、なんとかこう、粉砕できるかな。まあちょっと、現場に持って行ってみらんとわからんけど、まあそれは、次回やってみたいと思うんやけど、まあ今日は、とりあえず、どれぐらいの威力があるのか、まあ木材とか、コンクリート、これ穴がほげるんかどうか、ちょっとやってみたいと思います。はい。まずね、木材行ってみます。これ。こいつな。こいつが、ドリルで、ほげるんかどうか。こうつけて、これはな。いきます。こんな感じ。さあ、問題は、この石よな。コンクリート。これが、どの程度外れるか。ちょっと、そういう外れとかしたことないんやけど、できるんかな。こいつで、まずやってみます。ハンマーや。ここを、この角を、ちょっと落としてみようと。ああ、そういうことか。これの回転を、この先っちょを回転させて調整するっていうことな。こういうことな。これで角度を決めて、で、ハンマー。まずちょっとハンマーで行ってみます。いきます。なるほどな。こいつでいきます。どういうふうに、どういう使い方するんやろうね、こいつ。こういうことか。
やっぱこれやな。これがいいよ。はい、まあまあのパワーがあるね。あのコンクリート、カチカチのコンクリートっていうかな、これはセメントやな。まあまあ、あの発っていくっていうやつやね。なんで、あの田んぼにある石はこれで十分あの粉砕できるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、あの今日はもう行かないんで現場に持って行ってないんやけど、ちょっと時間見つけて、気になる石のところにこれ持ってって、ずこずこ割っていこうかなと思います。はい、ということで、よいしょ、このキモさんの、コードレスハンマードリル、ちょっとまあ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 のパワーで、絶対俺無理やろなと思ったんやけど、意外とあのいけました。なんで、あのその辺の石とか邪魔になる出っ張りの石なんかはこれでちょっと粉砕できるんじゃないかなと思います。はい、メーカーさんや、商品のリンク貼っておきますので、チェックお願いします。はい、すいません。まだね、このキモさんのところは、あのブロワーとか、出てるんで、まあ、それもね、もうすぐしたら届きますんで、それもちょっと紹介させてください。はい、ブロワー先輩いっぱい持ってたけど、俺も、洗車で使うけんね、ブロワー。ブロワーと、吸引出す方と吸う方2つあるんで、まあそれでね、あのクジラの洗車をちょっとしてみたいと思います。はい、これからのクジラガレージ応援のでよろしくお願いします。はい、以上です。今日は、商品紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。